はい、こんにちは、ギャングバーズです。今回はですね、ヤマハの XV1900C レイダーのご紹介をさせていただけたらなと思っております。こちらの車両なんですけども、こちらの車両は、当店の販売車両になりますので、お探しの方はですね、もしよければあの概要欄に、販売先のグーバイクのリンク先を載せてますので、よければそちらの方をご覧ください。よろしくお願いします。ではですね、この車両ですね、レイダーの、ご紹介をしていけたらなと思います。レイダーなんですけども、やはりね、気になる方って結構多いと思うんですよ。で、その気になる方に向けてですね、ちょっとでも分かりやすく説明をさせていただけたらなと思ってるんですけど、ただね、やはりね、いつもね、僕もね、何台かこの車両を販売させてもらったことが実際ありまして、で、なおかつですね、悩まれてる車両がいつもね、いろんなお客さん来るんですけど、見かり寄ったりなんですよね。っていうのがやっぱり、ハーレーと悩まれてるとか。うん。で、ハーレーの、まあね、値段帯的に言うとですね、まあ1400とかの、いろいろありますけども、1400、1500ぐらいの、排気量のですね、リフツイン系のハーレーの、まあ、ある車種と、こちらのそのレイダーをちょっと悩んでるんだって言われることが多いんですよ。で、正直ね、僕ね、この車両についてなんですけど、ゴリ押しなんですよ。もうめちゃめちゃ好きなんですよ。まあハーレーももちろん好きですよ。ハーレーも好きなんやけど、この車両はもうめちゃめちゃいい。うん、もう何がいいかっていうのも、もう一つずつね、できる限りを説明していけたらなと思ってるんですけども、まずね、ヤマハが誇るもうクルーザーです。これはクルーザーバイク。はい。でね、排気量が、さっきも言いましたけど、1900。1900cc ありまして、1900あるさなかですね、かなり大型のですね、車体が、特徴的かなと思うんですけども、はい。それに加えてですね、後からもちょっとずつ紹介していくんですけども、リアのホイールがね、かなりワイドのホイール、240ワイドですね、のホイールが入っていたりとですね、見た目もごついんやけど、それだけじゃない。乗りやすいんです、単純に。うん。やはりね、ハーレー系ってやはりね、どれもこれもいいんですけども、やはり乗り心地に癖があるんですよ。で、癖がありますし、ちょっと気を使う部分があったりとかですね。で、やっぱり独特の今のね、振動、ハーレー系の振動もいいんですよ。ツインカム系ですね。ツインカム系は振動そこそこでね、よく乗れてね、ブレーキもよく効いてね、いろいろ乗りにあたっては、そこそこいろんなところ改善されてですね、エボ系に比べたらなんですけど、ハーレーの。ね、かなりね、今、本当に乗りやすいモデルにハーレーもなってるのは確かなんですけども、それ以上に乗りやすい。もうこれは乗った人しかわからない、うん、っていうぐらい本当に安心感ある走り心地があるんですよね。でなおかつやはりヤマハさんが作ってるんで、本当にね、これね、車検証上の話なんですけども、車検証上にはですね、一応記載は440キロと、記載されてました。440キロってもハーレーとほぼ変わりません。ただですね、意外に取り回しがなんか軽く感じちゃうんですよね。うん、そういうところも特徴的な車両なんですよ。だから、本当にね、乗ってても乗りやすいみたいな車両なんです。もう本当にね、ハーレー探してたんやけどっていう人でも、一回検討してみてください。本当にいい車両なんで。うん。こんな車両をですね、紹介していけたらなと思っております。はい。こちらの車両、これからね、中古車の、程度についてお話しさせてもらいたいなと思うんですけども、こちらの車両が、年式は2010年ですね。2010年の車両で、で、そうですね、走行距離が6000キロぐらいだったかな。6000、細かく言うと、走行距離が6477キロ。ということでですね、結構低走行車です。1900cc クラスであればですね、もうこれぐらいなの全然低走行車ですね。はい、っていうような、車両になっておりましてですね、見た目ももう綺麗です。はい、綺麗なので、細かいところ、細かいことを言い出すとですね、いろいろあるかもしれないんですけども、そんな細かいところを説明していこうかなと思っています。まずフロント周りから、ちょっとずつご紹介ですね、させていただこうと思うんですけども、どうですか？めっちゃいいでしょ、このスタイリング。もう僕の中で結構最高なんですけどね、もうなんか違う社外品のものを入れちゃうと、もうね、もう似合わなくなっちゃうんじゃないかと思うぐらいの、ハンドルのインテリアですよ、これ。
でもこういうのが僕めっちゃ好きで、もう逆にね、あのこの形崩してしまったら次どうしたらいいんやろうって、僕カスタム車好きなんでね、関係ない話、これをカスタムするしたらこんなんしてこんなんしてとか思ったりするんですけど、まあそれぐらい出来上がってるような質感に見受けられるぐらいの車両です。はい。でですね、まあ後でまた買ってるところかもしれないんですけども、まあこんな感じで、基本的にはこの車ってノーマルです。ノーマルなんですけども ETC が、装備されてまして、そこがね、お客様にとって、お得ポイントかなと思うんですけども、ETC のスイッチとか、なんていうんですかね、一応別体式の ETC が、装備されてますので、こちらにですね、ETC の、信号機ですね、はい、が、まあ、こんな感じで、ついてたりっていうところなんですけども、はい。で、まあ、ハンドル周りも、年式とかね、仕様によってですね、色が、まあ、レーダーもいろいろありますので、ここら辺が銀色のやつとか、黒のやつとか、いろいろあるんですけども、一応ね、まあ、基本的に綺麗な仕様となっております。はい。で、まあ、ちょっとね、こう、サビがある部分も実際あったりはするんですけども、はい。ただ気になるところ、フロントフォークとかそういうサビはありませんので、特に気にはなりません。はい。それとですね、タイヤですね。タイヤも十分、半分以上残ってますんで、なので、まあ、今すぐ交換必要かって言われたら、まあ、そうでもないかなと思います。はい。で、エンジン周りですね。エンジン周りも、説明していけたらなと思うんですけども、もう、見て分かる通りめちゃめちゃでかいエンジンでですね。まあ、比較的にね、まあ、言うことないんじゃないっていうぐらいの車両じゃないでしょうか。で、なおかつですね、ヤマハさんの最近ね、タングとかそうなんですけども、このグラフィックとか、ついてる車両があるんですけども、これもね、もちろん、これ塗装しちゃうとね、全部消さんとダメなんですよ。要はこれ再現できないですよ、塗装で、なかなかね。まあ、これも綺麗に残ってますんで、もし、まあ、わかりませんけども、無点灯だと思います、この車両はですね。マフラーとかにも傷はないです。後で説明していくんですけども、それとも綺麗で、リペイントされた形跡もないですし、なんか捕らえられたような感じもないので、そうですね、綺麗な車両だと思います。で、マフラー周りも、映してもらえたらなと思うんですけども、はい。まあね、気になるような傷などはありません。はい、綺麗です。はい。ホイール周りも綺麗ですね。はい。で、さっきも説明したんですけども、タイヤサイドがね、210と申しました。ごめんなさい。まあ、大きめのホイールなんですよ。かなり大きめのホイールが装着されてるんですけども、これがまた乗りやすいんすわ、なぜか。もう本当に乗りやすい。で、反対側もね、ちょろっとぐるーっと回っていって、撮っててもらったら思うんですけども、はい、ちょっと見にくいかな、よいしょ。こんな感じでね、比較的に、綺麗な車両です。はい、タンク周りももちろん綺麗です。はい。どうですか、欲しくなってきたっすか。まだまだ足りませんか。もっと説明しましょうか。まあまあまあ、もっと説明していけたらなと思うんですけども。でね、やはりね、この車両なんですけども、やはり、北米仕様ということでですね、北米仕様ですね、北米仕様なので、やはり車体全体的にでかいです。はい。で、なおかつですね、私、この車両何回も乗ったこともあります。で、本当にね、乗り心地が良くて、本当に、もうガチで欲しいなって最近思った車両の一台です。もうお金があれば買ってます。お金がないから買ってないだけで。はい。まあ、ようなんで、すいません。で、とりあえず、本当に、いい車両なんですけども、皆さんね、気にされるのは足つき性とかと思うんですよ。で、僕、実際に身長は172センチございまして、足つきに関してはやはりべったりです。はい。べったりなんですけども、正直僕が感じた感想は、乗ってる時ですね、乗ってる時はね、やっぱり若干ですよ。170ぐらいの僕の身長じゃ、若干ハンドルが遠いっていうのが正直な、感想でした。やはりね、シートここ見ての通りかなり深いシートなんですよね。やはりクルーザーっていうだけあって、シートの厚みもあって、本当に疲れにくい。シートになってて、なおかつですね、もうやっぱりね、バイクで乗っててね、こうシートがこうやって動くのをですね、我慢してるとやっぱり疲れるものなんで、それがね、こんだけ深いシートで、かなりこうサポートしてるような感じなんで、こう、もうゆったりと座ってパッと乗りたいんですけど、わかります？僕がこう乗りたい体勢だと、若干遠いんですよ。あとね、2センチあれば、もうちょっと快適なのかなと思うんですけども、これが多分180ぐらいの人をメインの
ベースのですね、設計とかだと思うんです。なので、個人的な本当に細かい感想を言うとですね、もうちょっとハンドル日本人仕様やった手前でいいかなと思うんですけども、ただ全然十分ですね、かといって疲れるようなポジションではないので、これはあくまでも僕の、わがままなお話ということでですね、思っていただければと思うんですけど、まあ乗ってる感じは基本本当に、純正であれば、本当に乗りやすい、ポジションかなと思っています。はい。でね、こんな感じなんですけども、で足つき性もですね、先今またがって見せたと思うんですけども、別にそんなにさほど遠いような感じはしません。はい。普通に、ただこれがねちょっと身長が、まあ低めの方とかだとちょっと苦労されるぐらいの、スタイリングじゃないかなと思います。はい。まあ実際ね、これは女の方乗ってるのも見たことありますけど、まあすごいなとは思いましたけどね。はい。まあその話を置いといて、次エンジンかけたいなと思います。かなり、トルク感あるもうサウンドが、キーで取れるかなと思うんですけども、本当にね、乗ってるトルク感もマジやばいんですよ。マジでやばい。ね、本当にね、まあ、理想ですよ。まあ、理想なんですけど、まあ、僕の理想で言うたら高速道路をね、まあ、走らないですよ、走らないんですけど、140キロから160キロぐらいの巡航が可能なぐらいのトルクがあるっていう感じですかね。はい。結構余裕なんですよ。低回転でもこう、わーっと走れるようなトルク感っていうのが、これの、バイクのいいところだと思いますし、街乗りしてても、本当にアクセル、ほんまに開けらんでも、さーっと行ってくれるっていうのもありますし、なおかつ、開けたら開けただけ、やっぱり 1900cc のトルク感っていうのがですね、本当に気持ちいい感じで、なんですかね、乗ってることを感じるというかですね、うん、気持ちよく、まあ、乗っていけるような車両になってます。うん、なので本当におすすめ。うん、でなおかつ、まあ、マフラー変えたりしたらね、もうちょっと音もね、太い音が出てね、面白いと思うんですよね。なので本当にね、ハーレーの何かと検討されてるんであればですね、この車両本当おすすめなんで、一回ね、まあ、逆にちょっと比較っていうかね、してみてもらえたらとは思います。はい、それぐらいね、僕本当にこの車両大好きです。本当に、まあ、ハーレーでもね、いろんな系統があって、もういろんなものがあるので、まあ、ニカリヨッタリの部分のモデルでいいんで、まあ、検討してもらえたらなと思ってます。はい。今回はですね、XV1900 レイダーのご紹介をさせていただきました。はい。またね、他にも車両紹介とか動画上げてますんで、またよければチャンネル登録などよろしくお願いいたします。今回はありがとうございました。